強化パーツだ。どれ捨てるかは任せるぜ。 上がる AI コア、どれを捨てるか決めた？ AI コアを廃棄しました。ハイデッカー悔しがるね。 制裁されることになるのかな。楽しそう。神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう。笑いが止まんねえよ。
もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。リフトは4つだ。カードキーがもっと欲しい。ビッグボンバーだな。弱っちくなりそうなのを捨ててやれ。ビッグボンバーを廃棄しました。連中の悔しがる顔が見えるぜ。
他のも確認して決めるしかないね。私も同じことを思ってた。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。そうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカ物をぶっ壊したらポチッといくぞ。うん。どいてもらう。一度待ってられない。どうだ？やめて。出たとこ勝負だ。整備の状況は？ AI コアが不足、現在緊急対応中。急げ、統括がお待ちかねだ。まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。考えとくか。全員で決めてやるのさ。集計されたら流行るぞ。断り。あ、行き止まりか。パイプ登れないよね。他を当たろう。危ねえだろおい。
貫くのか。そしてあっち、
足は引っ張るな。その言葉とっくり返す。カメラの前で派手にぶっ壊してやる。首洗って待っとけよ。うん、あとは全力で戦うだけ。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ、絶対だ。うん、マリンにただいまって言おう。もちろんクラウドも一緒にね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。どうした？さっさと開けろよ。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる？お宝部屋か？よっしゃ、さっさと行こうぜ。仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。なんだ？そっちが先か。現在、緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ、俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ、クソ。まあ、二人とも、よく見てね。行くよ。せーの。はあ、息を合わせよ。めげずに行こう。せーの。緊急ロックモード解除しました。よっしゃ。私たち息が合ってきたかも。だといいな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か？開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか？同じだが、こっちは何度か繰り返す。けっ、がめつい連中だ。こじ開けてやろうじゃねえか。うん、ほっとけないよね。現在、最上級セキュリティモード有効です。二人とも、私に合わせて操作してね。じゃあ行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあ、ティファ、頼む。めげずに行こう。せーの。セキュリティモードレベル1、解除。二人とも完璧。この調子で行こう。次行くよ。せーの。セキュリティモードレベル2、解除。やったー！コツをつかんだ？おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もうひと踏ん張り。
せーの。力みすぎじゃねえか。しっかりね。せーの。焦らないで。頑張ろうね。せーの。セキュリティモードレベル3解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。セキュリティモードレベル4解除。廃棄室のロックを解除します。よかった。永遠に終わらないかと思った。おいおい、クラウドさんよ、あんた本当にソルジャーだったのか。こういうのは専門外だ。何でもやれや、何でもや。はいはい、そこまで。早く中を見てみよう。Thank you.
て。無事前途進だ。魔法を浴びた者の目か。君はソルジャーだな。元ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆くものほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔法の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。ああ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔法の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの同結諸君、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと？なんだそれ。ネズミどもには理解できない。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決めた。賢明。さあ、ショーの始まりだ。全市民の敵あばら討ち。軍隊との共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。この
せろ。なんつう威力だ。下手に攻め込めないな。この強気だ。つけろ。まだ来る。一旦引くぞ。死んだの最新兵器の味は止めたんだ。ここ。あっ。
あんたが頼りだ、バレット。おい、フォローはそっちに任せたぜ。よし、はっ、そっちか。よっしゃ、当てる。
と少しだ。力を合わせるぞ。いつでもいけるよ。風にかましてやろうぜ。やってやろう。もう手堅く行こう。このまだまだ。どんなもんよ。飛びついて。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード、いいぞ。大丈夫か？聞こえてるか？あの時は膝をすりむいただけで済んだけど、あの時、今度はどうかな？起きられるか？今度？気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。体、動かせるか？やってみる。どうだ？ゆっくりな。少しずつ。少しずつ。わかってるさ。なあ、あんた誰だ？誰だ？私はお前の主人だ。もしもし。さあ、クラウド、楽しもうか。大丈夫かな？よかった。目、覚めた？あんたは？エアリス。名前、エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え？覚えてないの？ほら、お花。おお、花売りの。ここ？スラムの教会、5番街。いきなり落ちてくるんだもん。驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな？うん、いいね。あんたの花が悪かった。気にしないで。お花、結構強いし。ここ、
所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。ああ。私も持ってるな。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別。だって何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？